体操マンボウチャンネル、今日は都城のイエーイ。どこから来た？どこから来たの？都城です。あ、そうで、走るの？いいです。応援か。よ、頑張れ頑張れ。ということで、都城の桜マラソンを中継させていただきます。今日はモンチ君と一緒です。イエーイ。ここの会場にはですね、どっさいこざやったね、もうたくさんのランナーが集まってます。もういろんなね、催し物が今日はですね、開催されます。この模様をお届けします。それでは早速会場に行ってみましょう。スタート地点に向こう。行くよ、モンチ君。スタート地点に行くよ。都城桜マラソンの実行委員長の奈良村さんです。おー、すごい人数ですね。ですね。もう今日は全国から1850名ぐらいが参加していただきます。いやいやいや、長い距離は何キロですか？ハーフですね。ハーフ。ハーフと10キロと5キロと3キロです。お、それを皆さん自分たちの体調、体に合わせて選んで走っていただいてる。はい、この桜マラソンは今回で何回目ですか？第9回になります。第9回、はい、皆さん方にね、全国の方々に知れ渡って、そうです、ね、もう各地からね参加して、はい、私が見る限り外国の方もなんか参加してらっしゃるから。そうです、外国の方も。ほう、外国の方も、はい、そして実行委員長、はい、このメダルは何ですか？桜の花びらです。桜の花びらを形取った、はい、今回初めてでございます。あら、第9回なって初めてのメダルが作られたんですか？はい、そうです。桜マラソンというのはもう9回目を迎えましたけども、はい、この桜マラソンはこの春の鷹匠町の桜を見ながら走っていただく。そうですね。まあ、最初のきっかけは何なんですか？そうですね、これは健康づくりだったんです。はい、もともとジョギングだったんですね。はあ、でそれが都城市と合併しまして、はい、都城市桜マラソン。マラソン、はい、規模がスケールが大きくなった、はい、わけですね。はい、ここ数年ですね、2000名を超える大きな大会でございます。ということは、はい、9回が10回、20回、30回と、そうですね、ずっと続くわけですね。はい、そして1位になった方はこちらの表彰台に乗って、はい、皆さんから賛美の拍手をいただき、もちろん頑張っていただきたいですね。はいはい、ありがとうございます。はい、いや、どうもどうも。今日は一日ご苦労様です。はいはいはい、どうもよろしくお願いします。またありがとうございます。都城桜マラソン、ただいまよりハーフの表彰式が行われます。はい、1位ハーフ、1時間08分45秒全容をたたえる。平成29年3月26日都城桜マラソン実行委員会実行委員長七村兼治、おめでとうございます。おめでとうございます。第2位クラブ、1時間11分15秒栄誉をたたえろ。おめでとうございます。第3位クラブ、1時間13分31秒栄誉をたたえろ。おめでとうございます。ありがとうございました。日本語は流暢ですね。いや、そんな話せないですけど。あ、そうですか。ふるさとはどちらですか？アメリカです。アメリカ、はい、アメリカはじゃあシティはどちらですか？まあ、田舎から参りましたけど、コラド州のデンバー市、分かりますか？分かります、私そこから多分自動車で3時間ぐらいかかりますけど、田舎の方から。いやいや、ナイスユー。
What's your name, please? Rich. Richard. 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 今日は完走走って、マラソンをした感想はどうだったんですか？本当に良かったです。良かった。天気がとても良かったので嬉しいと思います。リターズさん、またね、10回の時も参加してください。できれば参加します。よろしくお願いします。この番組、ふるさとの人で見れますから、YouTube で、スマホの中に、ふるさとの方に、ちょっとお母さん、お父さん、友達、フレンドに、どうぞ、一言。If you have a chance, please come to Miyakonojo City.And run in the Sakura Marathon. It's very fun. Very fun. Thank you very much. Thank you. ありがとうございます。ランナーの皆様、お客様の皆様、応援をされた皆様、こちらの方では全財の振る舞いをしております。どうぞ体を休めて全財をどうでしょうか。全財の振る舞いをしております。全財の味は。おいしいね。おいしい。チゲボボ君じゃない。麻婆です。麻婆じゃない。ね、うん、疲れたからね、ぜんざいがね。一番いいね。いいですよ。そうね。ありがとう。はい。ありがとうございます。今日はね、はい、検討したよ。検討した。15位だ。15位。うわあ、いいじゃないですか。15位。ね、完走できただけで最高ですよ。最高。ありがとうございます。はい、いえいえ。参加していただきまして、はい、ありがとうございました。はい。はい、はい、はい、私も、はい、ありがとうございます。私もガスやったのと食べます。私もぜんざいをいただきたいと思います。お姉さんたちが一生懸命朝からですね、心を込めて作ってくれたぜんざいです。私もぜんざいをいただきます。どうぞ。あ、いいね。疲れた体にぜんざいが美味しい。わあ、おいしい、もおいしい。おいしい。ありがとうございます。お疲れ様。カバトさん、カバト町生活、あら、生活改善、推進、の皆さん方でございます。ありがとうございます。ご苦労様です。今日は何食分ぐらい準備しちゃったんですか、こちらの前座。3000倍。はい、おお、まだまだありますね。はい、はい、はい、ランナーの皆さん、どんどん前座お帰りまで大丈夫ですから。大丈夫です。走った方、前座で体を休めてください。今セーラームーンが走ってまいりました。おお、よかった。もうね、セーラームーンさんも中に参加して走っていただきました、ね。どっからセーラームーンさんお答えだった？どっから？あ、福岡から。福岡から参加していただきました。あそこにセーラームーンさん、福岡空港に降りて、それから福岡から来ちゃったんですね。あ、ようこそお邪魔しました。ありがとう。サンキューベルマッチ。サンキューベルマッチ。セーラームーンさんもぜんざい食べて体を休めてください。ご苦労様でした。ケーキを販売しております。いかがでしょうか。いちごロール、完熟金柑、グッ。これ何ですか、これ。ほら、美味しそうですね。ぜひ試食をしてですね、お買い求めお願いします。ケーキハウスレディさんのケーキはいかがでしょうか。ランナーの皆さん、疲れた体に甘いケーキはいかがでしょうか。プチケーキを販売しております。いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。はい、どうぞ。
さんが前菜をいただいております。辰巳さん、はい、ご苦労さんです。おはようございます。あ、まあ、こちら1019番で走りました辰巳さんです。辰巳さんはどこからご在だったんですか。宮古の城市。宮古の城市から。もう宮古の城市といえばやっぱりですね、あの農作物が日本一ですからね、もう夏日も美味しいし、美味しいし、きゅうりもトマトも、きゅうりもトマトも美味しいし、レブも牛も、牛もね、何でも美味しいですよね。何でもうまい、はい、ね、宮古の城のために走っていただいてありがとうございます。盛り上げたかったんで、はい、頑張りました。ありがとうございます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 。今日の綺麗に桜マラソンのグッズはいかがでしょうか。今日の綺麗に一つお買い求めください。よろしくお願いいたします。はい、はい、こちらのコーナーではですね、猫ひろしさんがグッズの販売をしてます。どんどんあの猫ちゃんの今日はね、綺麗に一つグッズを買ってください。よろしくお願いします。猫ちゃんのグッズはこんなものたくさんね揃えてあります。猫ひろしプロデュース、ランニアソックスプロデュースいたしましたグッズを綺麗に、いかがでしょうか。いかがですか、お父さん。ありがとうございます。1500円、どうですか。いいですね。ね、これ買う、買っていただいてありがとうございます。あとで一人でね、猫ちゃん、今日覚えたからな。もう宮古の城の、それから県外の方、はい、それから北海道から来られた方、あれだ、番組の人だ。うん、そう、一緒に買ってくれるって言ったから今、買う。あの世界中に、うん、猫ひろしさんのグッズの宣伝をしましょう。はい、まず猫ひろしさんのグッズはどんなものがあるんですか。トレードマーク猫魂 T シャツ。猫魂 T シャツ、こちら、じゃじゃーん、猫魂。はい、こちらなんとですね、はい、ランニング用のドライ T シャツ、はい、こちら1枚普段3500円のところ、はい、にゃんと、にゃんと1000円ダウンの2500円。すごいですね。いかがでしょうか。儲けがない、はい、儲けがないけどサービスですね。サービスです。こちらには、そしてこちら猫ひろしが1年かけて作り上げた、はい、こちら実際に履いて何度も試しました、はい、ランニアソックス、マラソンの靴下安い、高いですよね、はい、普通1足1500円ぐらいするから、それを値下げして1足、今日はなんと1足500円。500円でニャンコイン、ワンコインならぬニャンコインでございます。よろしくお願いいたします。そしてこちら猫ひろしのトレーニング本、私はこれでオリンピック出場しました。猫ひろしのマラソントレーニング、青トレならぬ猫トレです。いかがでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。こちら全部練習メニューが書いてあります。はい、ほら、これをね、全部これ全部メニューを、2年間のメニューをこの全部消化しながらここまでなりました。猫ひろしをどうぞよろしく、それではよろしくお願いいたします。猫魂を皆さんもらって帰りましょう。はい、そしてグッズを一つよろしくお願いします。お願いいたします。あ、参加していただいて本当に感謝申し上げます。猫、はい、さん、元祖麻婆チャンネル、はい、まだまだ続きますけど、はい、今回はこの辺でお別れしたいと思います。ありがとうございます。世界中の皆さんにありがとうございました。猫ちゃんです。ありがとう。